2020年東京五輪パラリンピック組織委員会はこのほど、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを網羅した大会運営計画について、新たに数値目標を定めた。脱炭素社会の実現を目指し、全会場で再生可能エネルギー電力を 100% 使用すると明記。資源廃棄を減らすため、大会で調達する物品は 99% をレンタルなどで賄ったり、再利用したりするとした。組織委は競技会場と選手村、国際放送センター、IBC、メインプレスセンター、MPC、で大会時に必要な電力のすべてを再生可能エネルギーで充当する方針。この試みは、過去の大会ではないはず、組織委。電力会社からの同エネルギー購入や、太陽光パネルなどの利用による発電を推進する計画だ。物品調達については可能な限りレンタルやリースを活用。購入が必要な場合は、大会終了後に活用する受け入れ先をあらかじめ確保する策も講じる。ドーピング検査で使う器具など一部の物品を除き、12年ロンドン大会に匹敵する 99% の再利用率実現を目指す。大会時に発生するペットボトルや食品類などの廃棄物に関しては、再利用率の目標をロンドン大会の 62% を上回る 65% に設定した。時事通信社。